はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今までどこにおるかというと、ね、まあ、続けて撮ってますからあれですけどね、大阪府大阪市、まだ大阪府大阪市ですよ、ね、この後どうなるか分かりませんけどね、11月の、ね、1日に投票で、ね、投稿があることにはもう結果も分かってると思いますけど、そう、今ね、収録時点ではまだね、なんか都構想の、投票の前の前なんでね、24日なんでね、今日まだ、はい、おー、すごい人、そう、で、今日ね、何の用事かっていうと、今日はね、まあこれ、難波の駅前の方に来てるんですけど、ね、賑やかですよね、もう大阪難波のね、駅のすぐ近くに来てるんですけど、よいしょ、今日はね、今から何をしようかというと、四日市に帰ろうってわけですね。まあ、行きの動画はね、JR で行きましたよと。JR のね、四日市から JR の難波までね、在来線特急で行ったらどうやってってね、やってね、まあ、あれ、凄まじい結果に終わったわけですけど、よいしょ。8時間40分かかったんでしたっけ。8時間20分か、ね、かかって。やっとこさの思いでついたっていうね、やってましたけど、よし、あ、鬼出るんや、そうそう、いかんかでね、帰りはね、じゃあ比較でね、何をするかって言ったら近鉄に乗りましょうってね、何やと、まあ、ただ近鉄に乗って、帰るだけかって言ったらね、いや、火の鳥に乗ろうってことですね。まあ、もうそろそろ今さだ感があるでしょね。でね、もう一人の動画も散々出尽くしてると思うんですけどね、今回はね、どういう風に変えるかというと、難波から四日市まで、難波から四日市まで、乗り換えなしで四日市に帰ろうってわけなんです。ここ重要でね、でもこれね、まあ、四日市に住んでる人とかね、ね、ある程度ね、ちょっと鉄道に詳しい人やったら、いやいや、ちょっと待ってとね、火の鳥っていうのはね、公衆運用につくんですよと、公衆特急、公衆運用っていうのがあってね、で、あっちか、その、運用は普通の特急や、最近はアーバーライナーもあるようになってますけど、で、公衆運用に入るのが火の鳥なんやから、火の鳥はね、普通には止まるけど、で、八木に止まったりするのがあるっていうのはね、これは有名なんですけど、何、四日市に止まらんやんって話なんですけど、実はね、1日1本だけ、しかも名古屋方面のみ、四日市に停車する火の鳥が設定されてるんですよね。ということでね、よし、じゃあせっかくやからそれに乗ろうってことです。これがね、21時発の特急火の鳥、こいつはね、なんと四日市に止まるんですって。なら、これに乗って、乗り換えなしでね、普通だったら通で乗り換えて、またしないといけないんですけど、それ市役でいいっていうんでね、やってみようってことですね。で、これね、近鉄の株主優待券でね、行こうと思います。すいません、思ったより、まあまあ、ギリギリの時間に来てしまった。あ、でもまだ15分あるな。これね、21時発の特急火の鳥ね。これは2番乗り場やで、ここか。よし。あ、で、違う。ただ、6号車なんでね、一番、そう、今日はね、ちなみに、どうしようかなと思ったんですけど、あれ、あそこは取れたんですよ。プレミアムシートが、なんと取れたんでね、あ、取れる、しかも、いい席がね、取れたんですよ。っていうことなんでね。よし。じゃあ乗っていこうじゃないかということになったわけでございます。まだこれ閉鎖になったんだ。まあ私も今回あれですけどね、チケットレスのやつで買ったんですけど、そう、チケットレスので、よし。ということはこれね、
今アーバンライナーとかヒロトリって書いてありますけどね、よく見てくれたら21時発の長行きの途中の電車が上本町から鶴橋で、そこから通話に止まらない、八木とかには止まらないんですけど、なんとこっからヒロト、ヒロト、四日市、桑名で止まるんですね。ほらこれね、1日の1本だけ今のところね設定されておって、11月から増えるって話なんでね、それでどうなるかなっていうところなんですけど、多分すぐにはこういう運用は増えないんじゃないかな。とりあえずはアンバーナイダーの公衆運用を多分置き換えていく形になると思いますんで、基本的に公衆運用のやつがこの夜のやつだけね、あのアンバーナイダーの時にも確かあったんですよ、うん、夜のその名古屋方面に帰る人は直接四日市とかの人でもあの降りて帰れるようにっていう設定があって、それがこの火の鳥でも1日1往復だけ残っとるということなんですね。まあ、ただここ引きなしの駅ですからね。ああ、向こうには向こうで火の鳥止まってますけど、そうで今日はさっきもちらっと出ましたけど、これね、株主優待を使ってお得に移動しようじゃないかというわけですね。ちなみに火の鳥がよいしょ、おもう向き書いてあるんですね。あ、でこいつがあれか、引き込み線で掃除しながらそのままこっちに戻ってくるんですかね。ちなみにこんな感じでね、もうチケットですね、買いましたけど、あとね6号車のプレミアムシートの1番最前列が取れたんですね。やったーってことでね、ちょっと楽しみにしてます。初めてです、火の鳥に乗るのね。いや、なんやかんやずっと乗ってませんでしたから。よっしゃ。ということはこれがね21時発で22時45分、なんと声で1時間45分で着いちゃうんですね。早い。じゃあちょっとここで軽くおさらいをしましょう。 JR で行った方はが JR 四日市から、新宮経由でねぐるっと回っていきますよね。東急二つ乗り継いで、料金が、時間が8時間20分でしたっけ、8時間20分かかりましたよと。でこっちは対して1時間45分、こう四日市行きの特急の中でも一番早いですからね、あの途中の停車駅が少ないですから、はい、通までは止まりませんからね、これはすごいですよ。で、料金はこれねプレミアムだから今回高いですよって言っても、1640円にプラス800円なんですよね。だから2440円、これに運賃がぶっといります。ですから、1500円で今回こいつのチケット買いましたから、3940円、3940円、JR の方が、12560円、おお、3回乗れますね。プレミアムシートで3回乗れますね。という、驚きの値段が、まあ、それは仕方ないですけどね、まあ、全然、目的が全然違いますからね。比較対象としてどうなんやって話ですから、なんですけど、まあ、ということでね、やはり、難波からね、四日市の移動はね、新宿からやっぱ便利そうだなと、もう今の段階であれなんですけど、でも分かりません、シートがね、向こうも特急でしたからね、南紀と黒潮のね、2トップ来てましたからね、JR 東海のエースと JR 西日本のエース来てましたから、これはちょっと座り心地とかでね、いくら火の鳥のプレミアムシートでも、もしかしたらね、個人的な感想では変わるからもしれませんからね、まあ、どうなるか、どう考えてもあのプレミアムシートの方が良さそうですけどね。そんなの考えるまでもないだろうってことですけど、実践してみないと分かりませんからね。さあ、じゃあ実際に乗ってみましょうってことでございますね。さあ、飲み物も買ってあるし、食べ物はもううどんも食ったしか。よし。
ご注意ください。この駅を出ますと通まで止まりません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 。この駅
ります。ご注意ください。扉が閉まります。近鉄特急火の鳥をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は名古屋行き特急火の鳥621列車です。次は白子です。 Thank you for taking the 近鉄 Limited Express 火の鳥。 This is the 近鉄 Limited Express 火の鳥Number 621, bound for Nagoya. The next stop is Shiroko. この電車は名古屋行き特急火の鳥621列車です。次は四日市です。湯の山温泉方面と四日市アスナロー鉄道線はお乗り換えです。 This is the 近鉄 Limited Express 火の鳥 Number 621Bound for Nagoya. 間もなく四日市に到着します。湯の山温泉方面と四日市アスナロー鉄道線はお乗り換えです。お出口は左側です。扉にご注意ください。あっちいますね。着きましたね。止まってますよ。四日市火の鳥がね。しかしやっぱ夜は冷えるな。さすがに T シャツ着ないと冷えるな。いやー、ついにプレミアムシート座りましたけど、やばいな。これに慣れたらもう普通のシートに戻れんな。いや、めちゃくちゃ楽ですね。まあ所要時間も短いですしね。1時間45分、2時間かかりませんからね。なあ、大阪から1時間45分で来れるんやから、そりゃ楽なのは決まってるはずなんですけど。あれ、そういや、連結が違うんやな。へぇ。3分間停止時間があるんやな。へぇ。はい。ってことで、まあ、座ってきましたけど、いやー、ほんとよかった。いやー、このシートやばいですね。いやー、プレミアムシートの味を占めたらこれは本当に戻ってこれない。いやー、これだったら本当に2時間とか3時間全然平気ですね。うん。まあ、揺れも少ないですしね。線形もいいですし、やっぱ標準機ですし、ロングレールだったりとか。名古屋行き特急火の鳥が。めちゃくちゃ静かですしね。もう。出てた。いやー、ということで、火の鳥を見送って、まあ総評でいくとね、やっぱしで、ちょっとね、途中で料金とかもまとめましたけど、今回の JR で行ったルートの方が大回りね、まあぶっちゃけて言いましょう、大回りルートですよ。大回りルートがね、南紀黒潮ルートの方が12,560円で、でこっちの方が3,940円、ね、うん、ね、料金は圧倒的にこっちの方がいいですし、で所要時間もこっちは1時間45分、向こうが8時間40分ですからね、
まあ、それだけで言ったらね、もう普通にやっぱり大阪に移動するんやったら、やっぱり近鉄特急最強と、いうことなんですけど、まあでもね、あっちの方のね、南紀黒潮はね、やっぱりね、道中の景色がいいですよね。もちろんこっちの方がハイデッカーなんで見やすくはなってるんですけど、結構全面展望とか、まあ、夜っていうのもありますけどね、そんなに展望が、いいのはいいんですけど、ちょっと結構反射してね、見にくかったり、まあ、昼間やったらまだ違うんでしょうけどね、うん、とかもありますし、で、乗っとってね、結構車窓とかがね、楽しめるっていうところで言ったら、あっちの方が良かったですし。で、するので、大阪に行くというよりも、旅行で周遊してね、新宮とか勝浦あたりまで南紀で行って、で、そっからまあ白浜で一泊二日するようなつもりで、途中下車をしながらね、ブライブライとローカル線をね、楽しむとかっていうような使い方は全然ありなんじゃないかな。そうするとね、多分1万円ぐらいでできるんじゃないかな。南紀の方の特急券が2000円ぐらいでしたよね。で、8000円やから、それで1万円でできるでしょ。そうそうそう。まあ、あとは周遊パスみたいなやつとかね、お得なやつとか、使えるんやったら、そういうのを使ってやったら、いいかもしれませんし、あ、そうそう、基本的に大阪までとか、まあね、大阪市内までとかになりますけどね、難波までわざわざ買わなくても天王寺とかでいい、というか大阪市内共通ですからね、大阪駅とかまでも一緒の値段で行けますから、っていうことを考えると、そういうような、まあ、途中下車しながらこう楽しむのはよく私がやってるパターンですけどね、でしたら、8000円で3日間有効ぐらい買えますからね、うん、それなりに距離がありますから、うん、でしたら2泊3日ぐらいでも行けますしね、そうそうそう、そういうことを考えると、道中の、ね、沿線を楽しんだりとかっていうような旅をするのには、一つ、一石を投じれたんじゃないかななんて勝手に思っております。まあやっぱ大阪難波行くならやっぱ近鉄特急ですね。これでも火の鳥難波行きの四日市電車もぜひ増やしてほしいけど、まあまだまだちょっと先ですね。まあ通で乗り換えればいいんですけど、なかなか乗り換えしてやると結局所要時間がね、まあまあかかっちゃったりしますからね。あー、悩みどころだな。でも ACE のシートやったら、でもね、やっぱね違う、全然座り心地が違うね、2時間座っとっても全然腰にびくとも来てませんからね。そうだ、あんまり話しとるとアスラロー鉄道の最終日なくなるわ。あかん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 。よし、もうとりあえず帰るし、この辺りで締めようということでね、まあとりあえず4日にもつきましたし、まあそんな感じ、まあ使い方によってってことですね。うん、まあ単純な移動なのかね、観光としてね楽しむなら、ああいった方法もありなんじゃないかなという提案をしてみて、とりあえず、このね、一連の動画ね、締めさせていただきたいと思います。あ、松坂行きの特急もやってきますよね。いろいろやってきますよ。さあ、ということで、まあこれぐらいでね、締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。もう11時だ。